ピーター・ビューエル・ポーターピーター・ビューエル・ポーターはアメリカ合衆国の軍人、政治家。1828年から1829年まで第12代アメリカ合衆国陸軍長官を務めた。1773年8月14日、ポーターはコネチカット植民地ソウルズベリーにおいてジョシュア・ポーターとアビゲール・ビューエルの息子として誕生した。ポーターは1791年に イエール大学を卒業した。ポーターは、その後リッチフィールドで法律を学び、弁護士として認可を受けた。ポーターは1793年にニューヨーク州カナンレーガで弁護士業を開業した。ポーターは1797年から1804年までニューヨーク州オンタリオ軍で事務官を務め、1802年と1828年にニューヨーク州下院議員を務めた。 1809年秋、ポーターはニューヨーク州バッファローに移り、共和党から連邦会員議員に立候補した。ポーターは1809年3月4日から1813年3月3日まで2期4年、会員議員を務めた。3期目の立候補は辞退した。ポーターは連邦会員議員としてハドソン側からエリー湖に至る運河建設の調査手続きを推し進めた。また、 イギリスとの戦争に備える準備委員会では、戦争をやむなしとの立場を貫き、委員長も務めた。米英戦争において、ポーターは1812年5月から10月まで、ニューヨーク州民兵の補給局長を務めた。ポーターは、アレクサンダースミス将軍に随行して、イギリス領カナダでの作戦に従事したが、戦わずして、失敗に終わり、避難を浴びた。ポーターは、その後、 ニューヨーク州民兵に先住民族六民族を加えた旅団を組織した。ポーターはジッパワーの戦い、ナイアガラの戦い、エリーコの古城戦で順将として旅団を指揮し、戦果を上げた。ポーターはこの功績を評価され、1814年11月3日に議会の共同決議により武勇と善行を称える近畿賞を贈られた。1814年、ポーターは、 連邦会院議員に選出され、翌1815年3月に着任した。1816年1月、ポーターはニューヨーク州州、ストム長官に指名され、連邦会院議員を辞任した。1817年、ポーターはニューヨーク州知事に立候補したが、デビット・クリントンに敗北した。 ポーターは1824年から1830年までニューヨーク州大学校の評議員を務めた。ポーターは1828年5月から1829年3月までジョン・クイン・シー・アダムズ大統領の下で陸軍長官を務めた。ポーターは東部に居住する先住民族をミシシッピ川衛星に移住させることを主張した。ポーターは1836年に ニューヨーク州ナイアガラホールズに移り住み、1840年にホイック等の大統領選挙人を務めた。1844年3月20日、ナイアガラホールズで死去。遺体は当地のオークウッド墓地に埋葬された。1818 18年10月16日、ポーターはニューヨーク州ニューヨークにおいて、ジョン・ブレッキンリッジの娘のレティシア・プレストン、ブレッキンリッジと結婚した。 二人の間には次の子供が生まれた。ありがとうございます。